どうもこんにちは、なっちでございます。2月の22日すごくない？2022年2月22 0と2のオンパレード。はい、ということで喉が痛いんですよ。なんでかっていうと、さっきまでガチャ配信しててもうねバカみたいに沼った。すごい大変なガチャでした。詳しくはアーカイブで、お時間のある方見てみてください。今日から原画師っていうイベントが新しく始まってるんですが、久しぶりに貴族星サイレアの星7いただけました。ただ今回も多色ですよ。アムリネア多色で、トーカちゃんなんなら闇に変わってしまう多色、そしてアトリ多色、ロサリーみたいな、なんか属性特化のキャラクター欲しいんですけど、なんでくれないんですかねこういうシリーズで。まあでもちょっと面白い感じなんでね、使ってみたいと思います。変身するとドロップの4個消し1個につき 1.6 倍っていうね、もうひたすら上行くんで5色組んじゃおうっていう多色キャラクターなんですよ。まあちょっとね新しい感じなんで楽しみではあります。スキルは3ターンで無効貫通打てますし、6解除もできるんで、2枚いればね総欠損することはないのかなと。で、変身するときにリーダーチェンジするんで 7×6 運用も非常に楽でございます。ただまあ貴族星染めなんで進化は発揮できないと思います。それはちょっと悲しい。もうそれは仕方ない。そこに文句言ってるとお前が始めた物語やろって言われちゃうからね。とりあえずウェイ組んでみましょうか。どれぐらい倍率が出るかね。ちゃっかりヘイストで変身しましたけど、こんな感じ？こんな感じで OK？ こうかな。これで何倍だ？ 720。 でもさ、ウェイって落ち込んで普通に降ってくるよね。だからさ、結構他のキャラクターよりかは落ち込んで火力出せるんじゃないのかなっていう。他のキャラクターはちょっと L 字とかね、条件は難しいんだけど倍率はめちゃ高いんですよ。だから盤面で組めれば強いんですけど、アトリちゃんはまあウェイっていうちょっと簡単なパズルではありますが、落ち込んでも狙えるよっていう。余ったが、ウェイもう一個組みたかったが、そういうキャラクターだと個人的には思っています。4722倍。まあ L 字も落ち込んで全然来ることあるんですけどね。てか火力すごくね。さすがに4722とか叩き出したらみんな乾燥しますね。まあ、4722に行くには盤面やら落ち込んやら運が絡んできますよと。ただいい盤面してんな、さっきから。これも4722ちゃうだよね。この先の倍率が見たい。ここに落ち込んがもう一個来ることによってね、凄まじい進化を発揮しそうですが、さあ無効貫通使っちゃって、まあ、気をつけないといけないのがあれですね。このアトリのスキルは上から生成系なんで、お邪魔とか盤面にあったら全部消せるとは限らない。多分そういう系のスキルだよね。さあどうだ、1844。いや落ち込んこねえな。そんなに難しいことではないと思うんですけどね、ウェイの落ち込んで1回ぐらいは見れそうだと思うんですけど、千里すら強敵が出る恐怖で、また無効貫通案件ですね。まあ、3ターンで溜まるんでクールタイムが1ターンだからいいよね。全然どんどん使ってってよ。このパズル良くないな。途中から横軸に変えないとね。今回も落ち込まなし。ただ火力は十分ですね。副属性も乾燥するのがいいね。しっかりと。ラジエルさんです。変換入るよね、これ。確か。変換が入ってしまって、こうなると、あれができなくなるんですよ、軽減が。これがまずい、非常に。アキネも裏が溜まっている。フェラゴンも裏が溜まっている。威嚇が通る。なんとなんとなんと。ハマドラちゃん頑張りました。こういう盤面でもさ、火力は出せるんだけど、あれなんだよね。あれができないんだよね。軽減ができないっていう怖い状況だよね、これね。ほら、火力は出てくんだよ。
すごいすごい、なかなか新しい。多色なのにそういうパズルでね、火力は出るっていう。これ回復4つ消しとかで降ってくる可能性も全然あるんじゃない？どう？ないです、なかったです。いやでも火力素晴らしいものがある。バレリアが逆に乾燥しないのか、いかにこのね難色強化とかが強いか分かりますね。メノアは無効貫通いらんもんね。ただねフェーラーゴンちゃんがね意外と重たいんですよ。これ一回使っちゃうとスキルチャージがあるとはいえ、あいつが溜まってないと結局さ、ヘキサゼオもジルも辛いからさ、もうちょっとラジエルの威嚇を有効活用するべきだったか。ピキン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 、列列ちゃうねん、ウェイでいいねん。今列だったよね。ここちょっと秋ね使わずに行きましょうか。できればできればメリットも無効貫通として使っていきたいので。あ、あ待って、あ、火が消えてないとさ、ささ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 さ倒していいんだよ。先生あるよね。でもね死んだな。さよなら、さよなら。最後の最後でウェイを優先した男、痛恨のミス、斬撃。コンテしていい？フェラゴンあと3ターンか。コンテして、いやね、沼るんですよ。こっからきっと。ジャバウォックとか引いて、ちょっと。今のは、もう、ノーコンじゃなくていいから、ちょっとコンテさせて。どんな動画やねんっていうね。皆さんの脳内で今、普通に火を消したと解釈してください。でもノーコンという判定ではなくていいです。僕が下手くそだったことに変わりはありませんが、今火を消していた世界線だったらどうなっていたのかなみたいな分岐シナリオ的なそんな感じで。ウェイだからあれだよね、これ左右に飛び散るのもいいね、火力がね。そんなことはないのか、あいつが吸収してるからか。もう使っとこうか。じゃあ色はある。ちょっと色を消すことも真剣に考えていかないといけない。一応多色ですからね、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、欠損したらもう本当に即死だから。まあ、最近そういうゲームだけどさ、これ。いやーウェイの落ち込み一回見たいなー。列は見れたんですけどね、倒せんのかい。無効貫通ね。まあ、ちょっと 裏が溜まっても知らないんでこの辺履いときましょう。ラギアとか溜まったらどうすんのって感じだもんね。いや目覚めつくのはねある意味面白いかもしんないけど、欠損したら本当に笑えねえから。みんなさっき見たよね、欠損したらどうなるか。僕が石を1個持って証明しました。でそっち復活を選びますか。頭いいですね。やっぱこっから横に変えていくのがすごい組みやすいな、ウェイは。あ、繋がっちゃん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 。これでだいぶ火力落ちちゃうから良くないよね、このパズル。ほら、無効貫の一旦無駄にした。反省点がいっぱいいっぱい。さて。無効貫があるから倒せないかな。お、落ち込みきた。ただ4722か。盤面で4722組んでる時に落ち込みきてほしいね。交差時間短縮はきつくない？普通に。何秒？何秒？痛い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 。8.5 か。まあ適当に耐えればいいか。色さえ消してればね、耐久できるところも、まあ長所ではあります。ねえ、なんか吸収してんだけどあいつ。頼むって。全然進まんやん。やっと突破ですかこれ。あの盾を。うわ、今の落ち込みもったいな。いや、硬い。うわ、何個だこれ。何個組んだら。千何倍は出さないとこれ、進まないですね、本当に。そんなん盤面次第やんっていうね。落ち込み次第やんっていうね。
最初はロマンがあっていいとか言ったのに。あー、5個になっとる。まあでもこの1844が出れば火力は悪くないんで、ようやと真ん中と戦えますよと。真ん中はそんな強いイメージがないからいけるはず。しかし720倍、これではね、落ち込んきましたね。これはいけます。多分兵器作戦は呆れてるよ。やっと来たかお前ってね、待ってましたってきっと思ってるよ。7×6 じゃなかったら使えないよね、間違いなく。運用不可能レベルでさ、これどうしよっかな。ソフィーを貼っておきたいんだけど、削れるかな。削れなかったら終わりなんだよね。いや、男ならば勝負に出よう。エンハもあるんだ、ソフィーの。男ならばとか言ってますけど、この男コンテをしています。ダサい男だ。あ、場面すごくいい。ちょ待てよ、待て、落ち着け落ち着け落ち着け。こうだな、これいいでしょ。ほぼ盤面最大。12000。これは強い。削りすぎ。もうちょっとで怖かったよ、それ。逆に怖かったよ。もう火の状態でこれ押せちゃうぐらいには。一応最大盤面だったらいけるんだ。出せなくないんだ、この。落ち込んだしとかでもね。でもあんな盤面そうないからさ、そう遭遇できないから。ソフィーの延長があってね、余裕があったのもありましたし。よし、まあ4桁出れば OK。 1コンまあでも見たいものは見れたし、悪くはなかったぞってことで、一応木染めでも使えなくはないんですけど、まあちょっと不器用な感じはしましたね、やっぱり。多色はやっぱりいろんな属性を使ってこそでしょう。つまり高かったけど、うちではボックスの番人なのかな、アレキサンダーと共に。ただ武器めっちゃ強いんでね、これね。もう出ちゃったんでね。4.5 倍だよ。5色消したら 4.5 倍出る覚醒がさ、置かれちゃったんだよ、武器に。武器って意味でも強いんで。まあ、余裕ある方はね、確定だけでも買ってみてはいかがでしょうか。以上、ナッチでございました。バイバイ。